こちら2024年、3月の、25日の淡井圭介なんですけども、この慶応義塾大学の人だと思われる人が、今日買い物行った時に、イオンモールの後ろの列、まあ、マスクしてるからわからないといえばわからないんですけども、まあ、目元だけは似てましたね。だからもうこうなりますね。このスタジオもいつ撮影したのかっていうことになるんですよ。またロシアに行った場合ですが、まあ、最近ですと、まあ、ロシア国境を通してそのままウクライナに、まあ、動員されてしまったりですとか、まあ、または、まあ、ロシアで非常に大変な扱いを受けて、まあ、それが嫌でですね、そのままいてっていう、この人の声だったんじゃないですか。まあ、冬も冷えてますのでって言ってますけども、あの週は株式会社で勤務していた時に、週6日の出勤、一月370時間という労働時間の冬ですね、やっぱり雪だいぶ降って、気温低下してるんですよ。で、週5日の出勤で、高い気温になってました。でね、だから今の僕の状況が、その、YouTube も2日間48時間一旦動画のアップロードをストップっていう状態になってたんですけども、多分2日くらい休み取得しなさいみたいな形だと思うんですよ。だから昨日とその前の日僕が遊んでるのが本当は普通の日。そうじゃなかった人生が何のためにあるのか分からなくなるのと、もう、僕と同じ目に会いたいかどうかっていうことなんですよ。嫌でしょ、多くの方たち。でね、まあ、その、秀和株式会社で働いていたのは2000年から2001年、その時は週6日の出勤、年末が、13連勤の時ですね。で、2005年から2006年、2006年から2007年、もうそこもあの長時間労働だったんですよ、週6日の出勤で。で、車両の整備云々等で、出勤時間がね、朝の7時半とかに、余計早くなって、もともと8時出勤だったのが、夜終わるのは早くて22時30分ぐらいですね。で、その爆弾低気圧みたいな形で、雪が積もりましたね。だから、その会社の対応もそうだし、その警察官の人たちとかも働きに来てるでしょ。だから行政と大体一体化してるんですよ。例えば証券会社で、関西で岩井コスモ証券さんっていうところあるんですけども、コスモって多分、石油のコスモ石油さんの系列だったんじゃないですか、もともとは。その石油の採掘が非常に重要で安定して、まあ一応、まあ稼げるのは稼げるじゃないですか。で、まあ、石油メーカーってもともとほとんどが外資だったんですよ。外資混じりで、まあ、合併を繰り返してますね。まあ、日本国内のところぐらいはから始まって。だから、ちょっと待ってくださいね。今、テレビで喋ってる音声、聞きながら喋ってましたから、今、ちょっと、その向こうのね、田中さんとかも、返答してくれてると思うんですよ、音声。で、だから、せめて政府が、裁判所が、お金の払いぐらいさっと払ってくれてたら、基本多分ここまで低下しなかったと思いますよ。で、各スポーツの勝ち負けも担当者を決めていって、で、僕は本当に、その辺力入れなきゃならないのは、多分、その、チームをね、縮小したり、例えばセリーグ、パリーグで5球団ずつにしたりだとか、野球で言うと、まあ、J リーグは12球団、2リーグ制。だから、どこか、まあ、セリーグでその場合だと1位もどこか試合してないことになるじゃないですか。で、そこが、まあ、
季節に合わせて南から北に向かって、まあ、夏場は北の方で、試合しておいて、でまたそれ ある程度の時期になってきたら、関東関西とか、中国地方とかで、まあまあ秋も深まってくると、まあ、四国九州沖縄で試合すると、まあ、そういうふうな形にしておいて、でどっか試合してない1チームが5球団の場合ですよ、その球団が河川の土砂のかき出しとか、その斧でね、木切ったりだとか、ガソリンを使わないで、できるだけ運搬するところとかね、まあ、プロ、大人が率先してしなかったら、示しにならないじゃないですか。で、だからまあ、その辺のところ、その J リーグもね、結局、12球団で、その50人体制みたいなこと言ってますけども、その、まあ、地元に、まあ、複数本拠地制度だから、ある程度地元に残れるでしょう。で、そのメンバーで、巡業してきたときにね、その、チームが、ま、巡業してるときに、その、まあ、そこで試合するみたいな形で、で、その地域の、その河川の土砂のかき出しとか、その、巻き割りだとかね、まあ、巻き運びだとか、老朽化した家屋の解体、その重機使わずに、昔の方法で、できるところはですよ。全部は全部はできないと思います。コンクリートを使ってるところも絶対できませんから。で、コンクリートを使ってるところ、一軒家二階建て、今、それで解体しなきゃならない時期に来てるところはまずないでしょう。コンクリート作りはもう高近年なんですよ。高近年出た話はおかしいかもしれませんけど、30年ぐらい前なんじゃないですか、一軒家でコンクリートなんか使い始めたの。だからそれ2000年の淡路花博前後の頃なんですよ。あれ大量のコンクリートを使ってコンクリートを評価するようなことを言い始めて、それでたまにごく見かけます。3階建てとかで一軒家コンクリート、まあ、すぐ近くにもあるんですけどね。このニュースもこの間も言ってましたので、談話では岸田首相は最近もこれまでとは別のルートでどう思われますかっていうことなんですね。まあ、キム・ヨジョンさんも働きに来た方ですね、僕の勤務先に、確か。だったと思いますよ。そして、拉致問題については解決済みだとする立場を改めて示し、拉致問題にこだわるならば、首相の構想は人気取りに過ぎないという評価を免れないだろうと申請しました。まあ、スポーツのことに関しては、この間、北朝鮮のサッカーチームが、その、棄権してくれて開催しなくて、済んでると。それだけエネルギーの消耗が少なくて済むっていう考え方で、これで十分なんですよね。だからまあ、巡業して、現在あるスタジアム、老朽化して解体する時期が来たら、もうそれで終わりですね。野球の試合とか、学校のグラウンドとかを基本的に使っていればいいの。あと、まあ、客席は少ないですけども、ちょっとしたそのグラウンドとかたくさんありますから、そういうところで試合したらいいですし。多分このニュースは岸田さん、まあまあ、能登半島の地震で、キム・ジョンウンさんの方から、ああいうように、哀悼の意を示す内容の文書、公表していただきましたから、まあ、この瞬間に、その、北朝鮮と日本のその首脳会談をしましょうと、そういうことだと思います。いやまあ4000万人ぐらいだと思いますね。春の選抜の出場チーム3800校か700校ぐらいですから、だからこれね、だから1年生から3年生でしょう。じゃあ人口4000万人ぐらいで、例えば100歳まで人間いきませんから、その辺考えたら約2万人に対して、まあ、その中にご老人の方とか、高校生じゃない方たちの層があって、まあ、2万人に対して高校1つの野球チームぐらいの考え方になってくるんですよ。
脳に重い障害が残り、人工呼吸器などが欠かせません。6000万人は絶対いないですね、どう考えても。それも昔の1億2000万人という数字は、北朝鮮と韓国と台湾を併合していた時期で、満州国まで侵略してしまった時の範囲までの人口なんですよ。で、本当は第二次世界大戦が終わった時に、そこから人口がガタッと減ってるんです。保育園の給食でリンゴを詰まらせたとして給食を詰まらせた。すぐに店を出店させる人はもう絶対間違えてます。もうあのビル建てるなんか論外だが、今この間アップロードした内容で即まあまあ即逮捕の方の即で書いてしまったんですけども、まあ早い方の即にあの文字直しましたけども、即最高裁で新しい建築物を一切作るなと、そういうような判決が必要であると。もう家作りすぎた後なんですよ、大量に。でまあ被災地とかそういうところはまああの別ですけども、あの中古物件で綺麗な、そのまだまだ、震度6の地震が来ても、倒壊はしないであろうと思われる、まあ、場所にもよるんですけども、丈夫な家いっぱいありますよ。まあ、そういうのを購入して、現実的にその仕事があんまりないですから。6000万人人口は少ないっていうことは、その分仕事がないっていうことで、まあ、自動化で仕事の量は減ったのであって、で自動車産業とかも生産量を100分の1くらいまで低下させるか、それかもう5年間も世界中で生産停止ですね。でもう輸出とかしないこと、自分の国で余ってる中古車、それ販売しといたらいいんですよ。そしたら新しく作らなくていいから、採掘する金属とかその辺でほったらかしになってるんですよ、車は。本当にちょっと河川の撮影をしに行った小野市だけでも、河川のそばを撮影していて、歩いていて、河川からね100メートルも離れてないんですよ。ほとんど、まあ、河川に沿って歩いて見える範囲で10何台放置自動車ありましたから、タイヤとかはなくなってるから錆び方とかで絶対わかるんですよ。まあ、中古の自動車屋さんが、まあ、この辺の岡場駅のすぐ近く、神社の近くなんですけども、昔から、十何台、丸々、倒産したものをほったらかしで、音楽だけずっと流れてるんですよ。その近くは大塚家具さんっていうところだったんですよ。大塚家具さんのニュース見られた方いらっしゃるでしょ。その近くにビルができてたんですよ。もう、だけどもうすぐ持たない。家具屋さんでビルなんか。人口根本的に間違えてますから。それがなんかできていたら、もしかしたら意識が戻ってたのかなっていうことを考えると、まあやっぱ暮らしてきますよね。相手が子供なので、突発的にやっぱこう事故がゼロになることは難しいのかなと、未来の淡井圭介というものです。園でリンゴ詰まらせ渋滞と出ています。まあ、このニュースも何回も流れてるんですよ。2024年の3月下旬の淡井圭介です。そんなに強いなら行こうかなっていうことをおっしゃってましたけども、よく意味がわからないですね。テレビのニュースでどういうふうに放送されてるかっていうところを教えてあげなかったら、それはそれでもう誰もみんなテレビのそのニュースに取り上げられてるとか話してるとか、もしかしたら試合の間に自分の映像が使われてるっていう可能性もあるでしょうから。今は貯金を取り崩しながら生活していますが、経済的にも限界を感じています。お互い。もともとその在宅でこう仕事ができる職種ではなかったので、やり方を変えたりとかリンゴで喉を詰まらせてっていう放送ですけども、映像を見る限り喉を穴開けて多分手術してなんとか生きてるお子さんのこの映像ですね。2歳ぐらいですかね。
その精神病院の精子の生産されなくなる薬とか飲んでそういうふうな子供が生まれたのかどうか、その本当の情報っていうのは僕は知りたいですね。だけども、その遠い時間軸の方たちだったとしたら、それもこちらに来た時、その元々のニュースが何十年前かこれが分からなかったらもうどうしようもないですから、少しずつ本当のことを放送しているのかもしれないですよ。それは嫌がらせなのか何なのかよく分かんないですけども、人増やしが目的だったのか何なのか、その放送の仕方とかね、まあ、もう精神病院の医者の人たち、まあ、ちょっとやそっとで済まないですよ。その後健常者が生まれてきていたとしてもですよ、パーセンテージも調べますから。で、正式な数字っていうのを公開すること、それによって、本当に絶対飲ませたらあかんからっていうことを、ちゃんと自分たちで、意識的にそういうことを理解することで、そのまま飲まされた人が自分の人生がどうなのかっていうことを日々どんな気持ちで考えてるかっていうことを大真面目に考えなあかん。精神病院で働いている人間はそういう意識を全員持つこと、看護師も含めてですよ、事務員も、それで自分たちが飯食ってんだっていうこと、その辺の、民間企業だったら簡単に倒産とかありますから、そういう厳しさをした上でね、さまざまな行為を慎むと。だそういうふうな薬の生産とか、それはもう製薬会社の方が知ることですから、製薬会社は余計な、薬を生産していた、エネルギーを消費してね、昔もこれ僕言われてるんですよ、本当は宝塚三田病院の連中、誰も歩みに来い、それもこんな世の中無理ですよ、まともな統治。まあ先ほどこちらの気象アナウンサーの方は強い云々のことを言ってたんですけども、だからイオンモールで見かけたその慶応義塾大学らしき人だから、途中まではその人が出ていた内容を再度放送していて、でもうすぐスポーツの時間帯の、まあ、スポーツコーナーが放送されますけども、その時が結局っていうことですね。でそれでスポーツ残しみたいな話にしようとしていた、本当に足合わせて言ってますけども、誰が誰に会うんです、淡井圭介本人ですが、しーっていう声が聞こえてきてるんですけども、仙台は1度くらい、朝よりも夜の方が気温の低いところが多くなりそうです。明日は夜の寒さに備えて厚手の上着や手袋など。一応ね、僕は買い物に行く夜の時間帯は、まあ、路面が乾くぐらいまでだったんですよ。で今どうかって言ったらどうかな、もう路面濡れてるんですよ。な、気温温暖とかもすごく密接に関わってるので、まあ、最近の動画は、まあ、いろんな動画たくさん上げてますけども、基本的に気温関係が多いですね。その本当のことと、スポーツ界なぜ凄まじい税金の癒着が始まったのかっていう部分で、本当の人口を話しなかったら、そこまでスタジアムを作った意味って一体何やってんっていうことになるでしょう。複数本拠地制度で良かったじゃないかって、ああいうふうな大きな建物をたくさん建てたから世の中が分からなくなったんですよ。東京と大阪と、愛知県、特にでいうと神戸も高いビルたくさんまだある方だと思いますけども、けどもこんな状況になったら違いすぎるんですよ。24の県は神戸市民より人口は少なくて、もともと神戸市民の、まあ、日本人の表記されている人口はね、もともと1億2000万人の頃の人口が、北朝鮮と韓国を合併していて、台湾を合併していて、あとは満州国の人たちのその人数まで含めての数字だったんですよ。
で第二次世界大戦で数が減っていて、それまでのその戸籍謄本がなかった人とかいますから、だからその辺のところで数がだいぶややこしいことになっていて、まあ本当に明日合わすっていうことをどうなんですかね、後で再生してみて、聞かなきゃ分かんないですね、誰と合わすかなんですよ。だから今日だからその慶応義塾大学らしき先の人もう名前なんか覚えてないし、マスクしてるから、それでただただその自分たちが電波から攻撃されるのを逃げるために合わすって言ってただけなんじゃないですか。それだったら気象アナウンサーの方へ、僕淡井圭介ですけども電話かけてくださいって言ってます。私は私の携帯電話に、それで着信通知の履歴を残さないような人間は絶対何か悪いことしてます。だからそういうのは着信拒否にしてますね。着信番号電話番号が出てこない人間、絶対もうこの世の中をまともに変える気ない。でも髪の毛茶色に染めてるから、こういう人間が原因で相撲をしてる人たちが怪我をしてる、その可能性も十二分にあります。ここまでできるっていうかね、夢のまた夢ですし、15日間やってよかったなっていう。初土俵からわずか10場所目、この方だったと思うんですよね。初日から11連勝し、優勝争いの単独トップを走ります。最後の方で足をどうこうっていう放送はされてるんですけど、大丈夫かなと。そのどちら、まあ右足首ですか、まあ、本人も今さっきの口の動き、なんかあるって言ってるんですけども、僕もそう思いますね。先ほどの一連の動きを見ていて、まあまあ映像は断片的だから難しい部分はあるんですけども、特別こうひねってるようには見えなかったんで、すごいですね。そして迎えた千秋楽、あまり高くない方が安全だから、お互いにそれね、多分相撲をしてるその選手の人たちもね、みんな同じことを考えてると思うんですよ。さっきも負けた方転がり落ちていってるでしょ。自分が毎回試合してね、そのたくさん転がり落ちていったら、その勝ってる方も転がり落ちている時あるじゃないですか。大怪我とかしてないだけで痛いも絶対痛いですから、だから最初から土俵をもっと下げてね、どうせ客席からの方が高くなってるんだから、作り方だから、それだけでもね、怪我とかその痛い思いって少なくて済むんですよね。いやだからもう何十年も前から知ることのね、その改善策を提案された時に、すぐにさっとて改善できない人たちの経営者は常識身につけてないんですよ。経営手腕がないっていう。わかんないですよ。その土俵を作る人の仕事のために土俵を高くしてるって、そいつ一回訴えられるの話になりますよ。その選手の人たち、痛い思いした人たちに。みんなにお金払えへんって、それでお前の給料なくなるわって、それぐらいでいいと思いますよ、本当に。2番指名打者で出場し、1回多分ね、そのグローブの件でエンジェルスクビになったと思うんですよ、大谷翔平の場合。でそれで水原一平さんがみたいな形になってるんだと思いますよ。そのグローブ、小学校のこれね、どこからどこまでがフェイクニュースなのか分かんないんですよ、正式な書類とか見せてもらわなかったら。で大谷翔平の処分とかそういう記事もあったんですよ。でだから時期的に見ると途中で試合出なくなったでしょ、去年エンゼルスで。でそのグローブの寄付云々の話があったでしょ。だからそれで
ただこれでね、日本のスポーツ庁とかが寄付としてグローブをね、日本の小学校に3個ずつ、配ったとかだったらどうします？どうしようもないでしょ、本当に。今度は速球を捉えてタイムリーヒット。吉田は2安打1打点、開幕に向けて調子を上げてきました。センター方向に最後なんかいい打球なので継続してやっていけたらいいです。選抜高校野球はまあ、こちらの方は、まあ、ちょっとね、試合開始ちょうど時間帯ではないんですけども、まあ、序盤から、参加して対応しようとしてました。日本航空石川、地元への思いを背負って試合に臨みました。石川県七尾市出身の福森誠也選手、能登半島地震で環境が大きく変わりました。輪島市の祖母の家で被災した福森選手、動けなくなった祖母の舞子さんを背負って裸足のまま高台へ逃げました。一応もう声出し言ってきますね。もう税金の周りとかとか全部淡いケースが多いんです。もうだからもう大体もうみんな何かやってしまってる方になるんですよ。多分松井秀喜さんが野球教室とかで伝えてくれたんだと思いますよ、未来からの情報。僕からは松井秀喜さんに伝えていて、未来からの情報。再び野球への思いを強くした福森選手、政府は今後どう対応していくかっていうことですね。なんかこういう処方を出していかなかったら、それは政府、例えば自分が総理になったとしてもね、その例えば能登半島の人もね、年末までに全員避難してくれって言えるかって言ったら、それ家にね、その窃盗犯が入ってくるかもしれない、いろんなことありますよ。だから言うように言えないでしょ。でもしそれで地震発生しなかったらどうするとか、そういう話とかあるじゃないですか。僕の場合は未来からの時間軸だから、その確定した内容っていうのは分かっていて、その情報を提供できますけども。もちろんね、両チームは堅い守備していい試合しましたよ、本当に。この試合ね、無安打で1得点されたんですよ。だから多分これ試合終わってから僕がそのメッセージを送って、それからね、何時間が経過してから、あ、向こうも法律側で教えるっていう方法で、昔僕はどういうふうなことを言ってたとか、他の人がどういうふうなことを言ってたとか、その被災地のチームにじゃあ勝つ手段はっていうことを考えた時に、無安打で得点するっていう方法。だからそのフォアボールとかバントとか、まあ相手チームの、まあこの時は点取られた時はボークがあったんですかね。その辺のまあ部分ですね。これね、さっきまあダブルプレーのシーンがちょっとだけ映ってたんですけど、1対0で9回の表、まあ、ピンチの場面、ダブルプレーで、裏の攻撃、ワンアウト1、3塁までの場面ができたんですよ。で、後から冷静に分析したら、これね、カメラで相手チームのね、選手がどこを守ってるか見せてもらわなかったら、僕としても判断しにくいんですよ。相手ゲッツー体制だったみたいだから、そこは多分もうゴロゴロのバントですね。 1,3 塁ですから、少なくとも同点にはできる。でランナーがファーストからセカンドまで進める。
もしかしたらそれがセーフティー気味で、1、2塁ワンアウト1、2塁でそのまあ同点の場面まで作れていたかもしれない。まあその1対0で、負けてた分の1得点が、まあ、星稜高校さんの方に行って、なんとか1点差をつけれたと。まあ、その辺の調整のところでもうどうにかした方ですね。でもうあのメッセージとか喋ってる時、まだこれ試合結果僕見てないんですけども、熊本は勝ったんじゃないですか。あの熊本の大地震がありましたから。そのメッセージ撮影してる時の時間帯、頭の中は言ってるんですよ。多分熊本の選手の方たちでしょうね。ここは吉岡に打たされました。ダブルプレーで得点を奪えません。違うかもしれないですね、今までのこの状況。吉岡は尻上がりに調子を上げました。まあ、3-0 ですからね、優しい雨の方の3点、もともと3はあの太陽っていう意味で、晴れてる日の意味合いなんですけども、まあ、優しい雨の場合だと、それはそれで3点っていう、まあ、ホームページは YK ですけど、歴のスポーツ関係のところを見てたら分かりますよ。誤りの失点、5失点とかね、5得点とか。だから自然とそういうふうに、あの神がかり的な力があって物事が動いているっていうのが、この世の中の社会で、その一得点の重みっていうのは、これがね、なぜ勝てる試合の一得点の重みってやっぱり全然違うんですよね。特に世界一とか日本一とか、そういう試合ですね、目指す時の。男子の小山直樹選手は初めてのオリンピックに挑みます。徐々に、実感が持ってきている。一応ね、今のところ、1月2月に関して世界的に台風はまだ発生してないはずなんですよ。力勝負では海外選手にスピードで負けてしまうかもしれないんですけども、アップダウン、そして暑さがあれば日本人にも十分可能性がある。ちょっとでも良い順位、まあ、それ考えたら地球、まあ日本の北半球と南半球で大陸の大きさとかが違うんですけども、それ考えてもね、やっぱりなぜっていうところに関しては、台風がっていうところはミッドウェーのあたりから日本の場合はねっていうのは分かるじゃないですか。一応まあ着てる服とかで見てますね。結婚際では、佳子さまに答えします。何年も前からこれずっとしてるんですよ。精神的にも大変とかも分かってもらえるでしょう、ほとんどの一般の方たち。最後自分のコメント言うの忘れたんですけど、ゴルフ世界ランキング1位まで持っていくの本当に大変。錦織圭っていうテニスの選手、一番世界ランキングが高かった時は4位なんですけども、そこも勝ちに行ってたんですけども、まあ錦織圭という名前は偽名ですね。でもともとは航空自衛官ですね。その戦闘機なんか乗ってたらエネルギーがすごく消費されるから、とにかく、まあ、戦闘機を飛ばさないような方向と、まあ、その辺の話からでしたね。もうこうなってきたらもうエネルギーの残存量もない。ここまで来たらもうね、もうスポーツの数も減らさなかったらもうどうしようもないです。先ほどの続きなんですけども、一応アリの仲間内に2回っ
ていう表札のうちは見つけたんですよ。でそれでもしかしたら、アリーの仲町の関係者の方かなと思って、一応インターホン押したんですが、そういえば昔も押したことあるなと。で先ほどの撮影10分ぐらい前から撮影した方が良かったんですけども、これもね証拠を一気に出していくから撮影するんだったらそれでみたいなこと言ってるんですけども、もうすぐ夜いっぱいになってその動画のエクスポートとかでそのダウンロードとかしたりする時間が必要ですから、まあちょっと前の発言でその性のことがどうこうっていうことを、政治じゃなくて喋ってることは性なんですよ。だから僕の性被害のことについて、まあ対応しようとしてくれてたのかどうなのかという部分で、結局昔どうだったのかっていうところが僕も全然よくわからないんですよ。でもうバッテリーがもうなくなってきてるんで、まあ、とりあえず撮影しておきますね。まあ、ご年齢がご年齢ですからね、無理あると思いますよ。それはご本人の意思によりますし、二階さんに関わる周囲の意思にもよるかと思います。110年ぶりの新入幕優勝から一夜明け、色紙に記した言葉は記録より記憶。足首を痛めて千秋楽の休場を考えていた武尊富士関の背中を押したのは横綱からのこの言葉でした。5時ぐらいですか。なんかあんまり数時間しか出ないですけど、なんか場所中より、ね、よく寝れたなって思います。支配の重みに負けず戦い抜きました。それね、コンピューターは心の声か何かで、僕は右足首別に痛くなってないですね。それが普通の通常ですね。それを何か勘違いして、右足の足首を痛めたっていう武尊富士のニュースがあって、それで体の疲れがこちらに来ていた可能性はありますね。昨日の晩の睡眠時間は私のまま6時間ぐらいです。だからもうこれ範囲が広すぎても操作のしようがないんですよ、その辺のところ。テレビのニュースで放送されてるものだけかっていうとそうじゃないでしょうから、昨日の2日ホームページ荒井圭介の履歴の一番見てもらったら分かる通り、3月23日と24日休みっていうことにしてるんですけども、テレビでねこうちょっと待ってくださいね。こういうふうな役らのところを、まあテレビ欄のところでここに文字、スポーツ関係の文字を見てしまったら、例えばね、昨日この辺りで、まあ、時刻はちょっと違うと思うんですけども、19時から21時ぐらい、22時ぐらいまで、フィギュアスケートの世界選手権、もうそれは男子女子も終わっていて、アイスダンスが残ってたのかな、ペアでしたっけ、ちょっとね、なんか2人で男性と女性がコンビで行うものが2種類あったと思うんですけども、その時間帯に、もう、僕は寝転んで、まあ、遊んでる状態ですね。YouTube 見たりとかして。その時に呪いが体の中に入ってきて。で、まあ、春山整骨院に、以前の男は絡みに来ていると。だから、それはそれで法律で話詰めていくと、一月の労働時間は220時間までで、絶対に休みは一月に4日は取得しなきゃならないです。労働基準法とかで。
で、阪神タイガースがずっと日本一になれなかった理由って分かってきたでしょ。僕を長時間労働で働かせて、で、さらに、スポーツの勝ち負けの軸だったから、一応それを、それで、例えばね、中田英寿がローマに所属していて、優勝したイタリアのサッカーチームで、で、その名門とか何か、そういう話にみんなが食いつくだけで、だから、その結果って、じゃあ何だったんだろうっていうことを考えたときにね、やっぱりエネルギーの残存量問題の考え方が一番まともであったっていうことになるんですよ。なんでこんなにしんどいことやってるんだろうって、阪神・淡路大震災の被災者がっていうことにやっぱりなっちゃうんですよ。ちょっとまあ一旦奥にしますね。ちょっと消したら人体損傷だったみたいですね。僕はもともと右足の開放骨折をしていて、その足首が痛くなったりする瞬間が何回かあったんですけども、もともと力仕事とかしていましたけども、まあとんでもないその長時間労働とかだったらそれは足痛くなったりしますけども、そういう時以外は基本的に足に痛みなんか来るわけがないんですよ。でスポーツ関係の痛みとかこっちに移されてるで、例えばなでしこジャパンの北朝鮮との試合の時で2対1で勝ってるんですけども、試合の時間中にちょうどシャワー浴びようとしてたんですよ。お風呂沸かしてないんですよ、エネルギーの残存量問題で。その辺、うまい、方法で脱衣所をちょっと温めてたストーブで、もうゴムもあれば温まりますから、あとはもうシャワーだけで済ます。160リットルも湯沸かすぐらいだったら、そっちの方があのエネルギーの節約できてますから。で、だけども、こう、寝転んで、こう、腕で、こう、肘ついて、頭を乗せていて、そこから起き上がろうとしたときに、肩がこう回したときに、この辺の肩の、筋肉全体がもうねじ切れそうにこう小村帰りみたいになって、そんなことまずないでしょ。もう以前同じようなことが昔あったかどうかすら私は記憶はないぐらい、まず起きないようなことが起きて、それでだから試合中にシャワー入ったのに勝ってるうんうんとかで、それでそういうような痛みが来たのが誰かの選手の多分痛みだと思うんですよ。それがその部分的にさカーカイかなっていうと、これもわからないとしか言えない。本当にもういろんなスポーツがつながってるから、もう話めちゃくちゃ全部で、あまりこの話したくないんですけど、時間軸を超えて聞こえてきてるでしょ。それはもうテレビの映像を見ていてわかるでしょ。受け答え、どちらがどういうふうに喋っていて、テレビ出てる人がどの映像でって、まあ一応淡井圭介本人です。先生と思うと、名前名乗るぐらいはしておかないとね、聞こえてきてる人も、どこの誰が喋ってるのか、すのもわからない。じゃあね。今年中の三役昇進です。もうそれは、まあ、考えても仕方ないんで、あと自分の人生どれだけやるか。あ、淡井圭介ですけど、無理なく怪我直してからの方がそれが普通だと思いますよ。一応天皇神様への安全のお祈り今日はしたんですが、昨日はちょっと選抜の高校野球がね雨で中止だったから、まあ毎日毎日っていうのはね、これね、まあけど効果あるんですよ本当に。お祈りしてる時としてない時だったらもう運命の差がある。で怒らされたら、競馬のある日だったら僕と実際に会って話したことのある武豊さんとか、もう
調教師とかの方に行ってもらいましたけども、福永雄一騎手、僕と同い年、多分フルーツラバーク一緒に働きに来てると思うんですけど、嫁さんがアナウンサーで、だからそういう昔からのそういう状況を知ってるんですけども、その怒らせてきた人間が悪いっていう考え方がないから、そういうふうな形になってるのであって、挑発行為をしてきた人間複数で家の前とかにね、あ、そちらの方が悪いっていう考え方が一般的なんですよ。学校教育でみんな習ってるんですよ。だけども、その怒らされた時に、そのほぼ百発百中で落馬、武豊騎手か福永雄一騎手で、その2人が出てない時、だから福永雄一騎手もそれで、鎖骨を折ったのかな、で、武豊騎手も、一回炎を打ってるんですよ。だから2人が出てない時、誰かが落ちてます。それはあの名前覚えてないですけど もう見てますから、現場映像で、あ、今日この日起こってるわって。ちょっと海外の方の映像が出てきてるので、だからこの形でその昔の時間軸の人たちと話してるんですね。だから日本人の淡井圭介ですっていうことは伝えたりしてるんですけども、ここでフェイクニュースとかやめてほしいんですよね。日本でフェイクニュースが流れてますから、しゃべってる声ブラジって言ってましたね。ブラジルのことをおっしゃってたんだと思うんですけども、だから放送してる内容が何の件、何年前のことをどういうふうに誰が何って言ってるのかっていうところが全然わからないんですよね。もう何年前の言ってるのかっていうのは、外から絡んでくる人たちがいた時に、まあ、僕の頭の中で、相手に対して、まあ、ちょっと腹立つようなワードとかが、こう、よぎるじゃないですか。お前らが来るなとか。で、それが、例えば、こう、映っていてね、プーチン大統領とかに届いちゃうんですよ。それ、こちらで説明しなかったら、大変なことなんじゃないですか。いや、外から絡まれてますって。まあ、それでもう、あちらも情報を持ってますから、すぐに。OK っていうことで、もう一番分かりやすい世界共通語の OK っていう言葉、それは頭の中で考えただけで聞こえてしまってるから、だからね、その気軽に外から絡んでくる連中がどれだけむちゃくちゃなことをしてるかっていうことを本当に理解してもらわなかったら本当に困ります。騎手でいうと福永雄一騎手、僕と同い年なんですけども、海外戦 の G1 彼が一番勝ってるんですよ、今までの歴代の日本人で。けど、まあ、そういうふうな、まさにコロナ禍でお互い上かって伝えたんですけども、クソを見てもらったら分かると思うんですけども、 OK っておっしゃってくれています。なんかこちらで電波で聞こえてきた声は、みんなそれで逃げていきようっていう声ですね。だからプーチンさんの声じゃないですよ、別の男性の声なんですけども、だからちょっとそれはよくわからないですね。今僕の声がちょっと先ほどの声とちょっと違ってて、ちょっと前の声響いてたでしょ。それ神がかり的な力をかなり宿してる状態ですね。それは良かれ悪かれですよ。どんな内容かわからない。言葉の数だけ事象があると思ってください。
ロシアの国営テレビが放送したプーチン大統領が大統領執務室でテロ事件に対応する様子を追った番組、レア映像だそうです。Конечно, у президента в распоряжении текст обращения, подготовленный помощниками. Но на этих кадрах хорошо видно, Путин от руки многое пишет сам. 23日の演説の内容が固まっていく過程が映っていました。さらに。Эти слова сказаны президентом на коллегии ФСБ несколькими днями ранее. И сейчас, конечно, их нужно еще раз внимательно переслушать.ウクライナとテロとの結びつきを印象付けるような事件前の発言を紹介しました。закономерно, что и неонацистский киевский режим, опять же, при поддержке Запада, а часто и по прямому их указанию, перешел к террористическим методам.まあ、先ほどブラジリニアっておっしゃってましたね。まあ、プーチンさんもお子さんも黒い服ですよね。だから喪に服してるっていう、まあ、一般的な世間に広まった内容ですから、本当に、まあ、人がお亡くなりになった件を、まあ、昔の件にしたとしても、まあ、お話しされてるのかもしれないです。で、一応まあ、こちらの太陽のんとかで、空見てもらってね、結構雨降ってるんですよ。まあちょっと天気のこと、音とか聞いてもらってもわかると思うんですけども、ただ、空だいぶ明るいでしょ。これが世の中の現実なんですよ。で、真っ暗になってる地域のところはね、まあ、その地域を統治してる時の状態と、まあ、天気にもよるんですけども、まあ、あんまり良くない状態で、これはね、こうテレビを見ていて、まあ、いつの火事の現場かわからないんですよ。テレビのニュースでね、火事の現場で、空がね、すぐにこう暗くなったっていう状況で、今の状態良くないわって、言ってくる、まあ、消防隊の人たちもいましたね。まあまあ、テレビ見ていて、僕と同じ立場になった時に、そのニュースを見るっていうことがどういうことなのかっていうこと。戦争のニュースとかだったら翻訳してきて、コンピューターが。現地の子供たちがね、どういうふうに泣き叫んでるのかって、もうそれはもう聞いてられない。もう食欲もなくなりますし。その辺のこととか知っていたら、エネルギーの残存量問題とか、まあなんとなく自分の命の危機感からもそうなんですけども、それでもね、皆さん意見合わせていただけたらなと思います。食料の奪い合いなんかしなくないでしょ。もともとバイオハザードのゾンビとかって、あれはスーパーマーケットに食料が並ばなくなった時に、メモ、バイオハザード版で、タンスかた、まあ、棚から妙が出てきたでしょ。かゆい、うまいって。じんましん、腐ったものを食べてるから。で、もう最後体力なくなってきて、体が腐りかけてる人を、銃持った人間が撃ってるって、そういうことですよ。まあ、最後の方でそのタイラントっていうモンスターが出てくるのも、結局医療関係の人間が、しでかしたことっていう部分。で、ああいうふうな表現をしている。だから未来からの情報を得て、だからスクエア、カプコンさんでしょ。それなりにの規模の会社であって、まあアメリカのハリウッドと組んで、カプコンのバイオハザードの、映画とか作ってたでしょ。だから未来からの時間軸で、コンピューター系の時はアメリカが持ってますから、未来からの時間軸で、淡井圭介がどういうようなことを言ってるとか、実際に、じゃあアメリカとかでコロナウイルスはどうだとか、そういう話を聞いていた可能性がある。なんかワクチンとか出てきませんでした。コロナウイルスの時期が近づけば近づくほど内容がそういうようになっていってません。バイオハザードビレッジとかプレイしたらないんですけども。未来からの情報を得てみんな動いてるんです。みんなじゃないですか。一部の人間。
で自分の反応の仕方で一瞬涙目とかになったから、みんなって言ったワードが間違いかどうか分かるんですよ。それは当てはまない。もう本当に細かいところまでコンピューターはすごいついてくるから、みんなって多分コンピューターに対しての受け取り方か人間かな、その全人類みたいな、もうテレビの放送の仕方がこういうふうな内容を開示して放送しなかったら本当の社会なんか分かるわけがない。まあ僕の自宅の横にごちゃごちゃ言いに来た大学生の可能性もありますね。分かんないですよ。もう何のニュースなのか本当に。もしかしたらテレビで放送している内容はもうすでに首脳会談終わったとかもしれないですよ。淡井圭介です。2024年の3月の、いやいや、テレビのニュースの放送してたらもううまく首脳会談をしていって、で先にキム・ジョンウンさんと話をつけていって、向こうから慰問の、2024年1月1日の能登半島の地震について、ああいうふうな哀悼の意を捧げる文書を、まあ、送ってきてくれたのかもしれないですよ。前外務大臣だったじゃないですか、岸田さんって。だから安倍政権の時に外務大臣ですよね。インスタグラムということになると、昨日佳子さまのそのインスタグラムフォローするような形で眞子さまのはしてたみたいなんですよ。だから僕もインスタグラムよくわからないんですけども、とりあえず一応登録しておかなきゃならないかなと思って、ね、先ほど4月1日からって、多分ね、それ眞子さまの時に登録した時もインスタグラムの話、一番最初のインスタグラムのニュース、それがいつか、一番最初はいつか、僕もよくわからないから、僕も何とも言えないんですよ。誰の時を登録したのかとか。もうこれは本当の話です。まあ、テレビのニュースがその僕が登録したっていう情報を得てテレビのニュースが出来上がってるっていう部分があるのと、まあまあ首脳会談はそれはもうニュースで放送される頃にはうまくいった内容が放送されるのはもう確定だと思いますよ。その能登半島の地震について哀悼の意を捧げる文書を送ってきていただいてるっていう部分で、まあ北朝鮮と韓国の首脳会談とかを提案してたのは私であって、動いていただいたのは、トランプさんであって、まあその辺の話があって、まあ、物事が動いてる部分があると。だから途中でテレビのニュースおかしくなりましたけど、習近平国家主席に一回日本を訪問してもらったでしょ。平成の天皇陛下がお出迎えしてだったはずなんですよ。令和でしたっけ？ちょっと僕もよくもう分かんなくなってきてるんですけど、どうでしたっけ？ 2017 年か19年、どちらかだったと思うんですけども、2019年だったら成人様ですよね。その後もう一回なんか、ニュース最初からこう巻き戻しするような形で、なんかね、中国のことを勘違いさせるかのような派遣大国とか、違う、人材派遣会社だらけに日本も中国もアメリカもなってしまったって方向の話で、もうね、本当に。ちょっと映しておきますね。今六本木は雨は降ってないんですね。はい、そうなんです。今こちらは雨降り止んでいるんですけれども、西日本などでは雨が強く降っているんですね。
このように現在一部活発な雨雲がかかっているところがあります。この時間愛媛県には大雨警報が発表されています。そしてこの雨なんですが、明日にかけて強く降りそうです。明日の朝には全国的に広く雨の予想です。特に九州や四国、近畿南部などで非常に激しく降る恐れがあり、警報級の大雨となる可能性があります。そしてお昼頃にかけても広い範囲で本降りの雨が続きます。西日本や東日本を中心に風も強まりそうです。そして夕方にかけて北陸、長野の山沿いや東北などで積雪が増えそうですね。でまた関東は一日を通して雨具が降りなくません。帰宅時間帯は北風が強く横殴りの雨に注意が必要です。髪の毛染めてるから今の一言、余計な一言。横雨はなくてくることない。髪の毛染めてる人ヤンキー化してる不良か。昔あんな髪の毛の色、髪の毛を染めてる人たちはほとんどいませんでした。1985年阪神タイガースが優勝した頃、日本一そのスタンド YouTube で、無料で皆さん見れるんで確認してもらえますか。100人中1人髪の毛染めてるかどうかですよ。まずいない、その頃の時代。そうするとそこにさらに大雨が降ると、はい、新たな土砂災害が心配ですよね。はい、それも懸念されますね。明日にかけてもですね、こちら九州や近畿などで今日の甲子園の状態とか雨の降り方を見ていると熊本県が勝った方が良かったのかなっていう気はするんですが、ただこれ最終的にね、物事見なかったら分からないんですよ。インターネット記事でたまにその去年もダムの貯水率がどうこうっていう記事が流れてきてたんですけども、現場見に行ったらね、それなりには水はある。ただ四国とか僕は見に行けない。でダムの水が満水になってることはまずないんですよ。そこまで行ったらもう溢れかえるから、そんな風には作られてないですもともと。今ちょっと足動かしただけ、ボキって言おうと思ったでしょ。さっきの不良ヤンキーか、その横殴りの雨の話、そのワードも言ってもこういうようになるから。時間が長くなるので一旦オフしますね。もう一つ再開したんですけども、先ほど映ってたアナウンサーヒロドというものなんですけども、関西のアナウンサーなんですよ。だからたまにニュース丸ごとスポーツコーナー以外全部丸ごと以前の内容を放送しておいて、スポーツコーナーの時だけその合成グラフィックで関西にヒロドがいても結局それできるんじゃないかなっていうのが僕の見解ですね。今までのテレビの放送の仕方見てたらやりかねえんでしょ。ちょっと充電しながら今撮影してます。
このダブルプレーですよ。素晴らしいですよね。綺麗に打ち返してますよね。ワンアウト1、3塁で、ここへダブルプレー。あーけどそこそこ前進守備、けどショートもあの位置だったらサード前にまあバントすればまあ1点は入りますね。で、セーフティー気味で足の速い人だったら、ワンアウト1、2塁、そのホームへどうしても送球焦ってして、間に合わないんですけども、ホームに送球してしまうと絶対1、2塁、ワンアウト1、2塁で同点で、そのままの形作れますから、あの場面は、まあ、高校野球の方たちとかトーナメント戦で試合されている方たちはもうあの場面はもう大体バントですよ。本当はプロ野球も全ての試合をそういう風な試合で行うべきなんですよ。どちらの方が確率高いか勝てるかっていうことなんですよ。もちろん選手がバント練習してなかったら話にならないですよ。相手の守備体系、うんぬんとランナーの位置、アウトカウント、それらの全てなんですよ。そこでどういう風な行動をすれば一番確率が高いか。まあ、他の動画でも説明しましたけども、その、まあ、1点差で上層学院さんに負けた分、石川県の高校、日本航空さん、その1点が星稜高校に行って、まあ、1点差で、勝ててるという状態ですね。まあ、一応そこまで最初の方はね、テレビ見てない状態でパソコンに打ち込んでいて、それで2対0まで持っていってるんですよ。なあ、そのテレビ見ながらの方が本当は対応しやすいから、まあ対応したっていう形ですね。なあ、高校野球に関してはもう被災地の支援はもう完全にそれはボランティアですよ、僕の場合はね。僕の場合はねってこれ言っておかなかった、強制的に付き合わされた時にこれ危険なんですよ。スポーツの勝ち負け、頭なんか取られたりするから。例えば昨年中貨物さんで仕事をしてる時に、まあコンテナを登ったりするんですけども、命はつけてないんですよ。でそれで頭の中とか取られたりされると、やっぱり危険なのは危険ですね。だからそれ腕の力とか足の力とかもありえますから。だからその本当は契約書っていう話で本当は物事を進めるのが一番無難なんですよ。そうすれば関わらないから。だからその元々の図式がね、スポーツ界がとんでもない年収を稼いでるような勘違いを錯覚させる年俸っていう金額を提示してくるでしょ。あれは一体何を意味してるのか。そのスタジアムの返済費用をそれぐらい、担当しましたっていうことなのか、それ分からないでしょ。あれは年収じゃないですよ、6億円とか。それは絶対いくらなんでもないです。でテレビに向かってそれ言ってる時に NHK のスポーツアナウンサーの、髪の毛染めてる人間がね、半分以上は税金で持っていかれるからとか、なんかそういうことを言い始めるんですよ。そんなこと分かってるっていう話をしてるんですよね、私は。所得税と住民税とかのことですけども、だからそこでそういうふうなことをね、そのアナウンサーが言い返すと余計ややこしくなるんですよ、僕の声まで聞こえている人は。でテレビ出てる人間、その髪の毛染めてる時点で絶対間違えてくるから、髪の毛染めて働いてる時点ですでに間違えてるんです。海洋基本法違反で、他にも身だしなみ、耳に何かつけていたりネックレスとか、もうそれはもう都政六法の方からでも身だしなみについての条例とかあります。他の法律とかいろいろ出てきたら、仕事中にそんなもんつけたらダメだなっていうことになります。義務教育で習ってますから。だから資源の残存量問題とか大真面目に考えて、誰かしっかり叱る人がいなきゃなんないっていう話になった場合、ネックレスとかつけてるだけで、それ挑発行為なんですよ、本当は。他にも君みたいにネックレスをつけるような人たちが増えたらどうしてくれるんだっていうことになるでしょ。エネルギーは消耗するし、金属は錆びるしって。発電するときに金属摩擦でなくなっていくんですよ。
錆びてもその辺のガードレールとかもなくなっていくんですから。この結果を皆さんどう見るかなんですよね。ウクライナの戦争のニュースあったでしょ。まるでロシアが悪いみたいな形で。で、買っていた可能性があって、私が開示することによって、今後の結果変わるのかもしれない。わかんないですよ。だから、ややこしいことを行い始めたら、何が正しくて何が正しくないかっていう話になってくるでしょ。でこれだけ髪の毛染めてるメンバー集めたらそれはもうその時点でっていうことですよ。まあ、本気で試合してるのであればシュートは思いっきり枠の中に目指して蹴ってゴールキーパーが跳ね返してきたところを誰か押し込むと、まあ、そういうような形で伝えてますね、日本代表の選手には。まあまあ、もちろん場面場面によってループシュートとかキーパーとの1対1とかで、まあ、もちろんそういうのはあると思いますよ。あるんですけども、基本的にはそういう場面まずないですから。サッカーチーム多すぎます。 NB の残念もです。髪の毛染めてない人でしょう。で、ゴールポストに当たって、ほぼ偶然みたいな形で自分の頭の方へボールが跳ね返ってきてるでしょう。これが神がかり的な力の使いなんですよ。プラス、ちょっとね、動画の容量がいっぱいになったので、iPad の方で撮影しますね。河川の撮影とかも大体こういうような形ですね。両方ないと無理ですよ。F1 なんか絶対一緒なんですよ。夢に臨んでるもの。で、ラリーも同じ。ラリーカーの方がひどいかな。業務上過失致死の数。殺してる人の数。殺人罪。子供の頃の映像の圧倒大人になった時の方が今出てきて喋られてるんじゃないですか。松岡修造さんも、まあ、その以前のその姿って若く見えてるじゃないですか。また
ェアリングも曲がってて、ブレーキを踏んだらもうあの車がすごく無理に引っ張られたりとか、あんなに走れるよ。じゃあこのチームに命預けて走ってるわけですよ。はい、そんな仕事選ばない方がいい。最初に親とかがその世界に引き込んでる。子供の頃に夢っていう言葉で騙される。それはもうほとんどの人間、経営から何から何まで分かってから夢語るのは、仕事語るのは。ジュジュっていう名前とジュズの方かもしれないですね。わかるんですね。だから日本語の名前、まあ一応僕の姿が見えてなかったらコンピューターが言ってるかどうかわからなくなるでしょう。喋ってる内容で青井さんが言っていそうな内容かなどうかなっていうことを考えてもらったらいいです。昨日涙を流してた映像も多分以前の映像、何年前か私もわからない。ちょうどこう言った瞬間にクラッシュしてるでしょ。一応正解か不正解の話でもあるし、その時の時間軸の僕はどうしてるのか、未来からの声を優先してるのか、リアルタイムの時間軸の淡井圭介を優先してるのか、これはもうわからない。まあ行動とか、そういった内容。結婚することの方が先でしょ。後から自分の人生後悔しますから。そして今年このエネルギーを無駄遣い、そんなことしなくてもあの反射神経って鍛えられるんですよ。反射神経を本当に鍛えたいんだったら、プロ野球選手みたいに速いボール、誰かに投げてもらってバッターボックス立ってそれを捉えるバットです。あとは内野手としての守備、それしたら動体視力養いますよ。正直あのバレーボールの世界とかね、特に大人といっても女子、まあまあ女子大日本代表、まあ女子って本当は子供のことですけども、女性の日本代表のバレーボールの試合とか、そのサーフ、ジャンピングサーブしたとしても時速100キロちょっとしか出ないんですよ。野球の世界だと超スローボールなんですよ。だから相手の選手同士の間を狙って、威力のあるサーブを打つから、どちらが取るんだろうのところで、相手を崩せるんですよね。まあアタックは距離とあとは角度、昔ロシアにいましたガモア選手っていう方は女性で2メートル10何センチありましたから、もうこんな角度でアタックを打ち込まれてきますから、絶対それはもう物理的法則の方で、もう完全にもうどうしようもない状態ですね。日本の選手がブロックしに行っても向こうの方が何十センチも高いですから、絶対手が届かないから、その上からスパイク打たれるから、もうあの状態ならもう絶対無理ですね。周りにお客さんがいるのかいないのかとかね、31周走ることに何の意味があるのかとか、NEの残存量問題を考えて、だから余計な仕事を増やしすぎなんですよ、いらない仕事。だからそれだったら給付金もらってた方が楽でしょ。
どちらが優しいこと言ってると思います。本当の経済分かってる人と分かってない人がいるからそういうことになるんですよ。命と結婚、後で後悔する。今さっき命って言ったのは人殺してしまった時の方。ちょっとあの重たい話しました。最後にね、まあ、ちょっと笑い話って言ってもあれなんですけども、こういうのがね、合わせ鏡で、特にこれ動きで仕事なんかしてる人、まあ、場合にもよるんですけども、世界中で広がってしまったから、白黒テレビか何かで、自分が葬儀の時に全員黒い服着て現れたら嫌でしょ。全部真っ黒系ですよ。逆のことしてると思いません？どうせテレビが原因、最初からテレビ同士を他のチャンネルに合わせて、真正面にこう向かい合わせにしたのかなって思うことがあるんですよ。これ間で僕は何か言ってたらどうなるんだろうって。もともとテレビ局はね、民間のもともとの考え方で、人を動かす時の考え方で売り上げの話があったでしょ。でそれで誰か悪いことをした時にその通報っていう法律上のシステムを使ってうまく治安を統治しようと考えたのかもしれません。だから硬い人は NHK っていうような形でしたね。で先ほどのジュジュって乗っていた人が芸能人の何かに混ざってる可能性は十二分にありますね。でこの CM も意味がないでしょう。で正直ね、行ってることみたいな挑発行為、生物兵器巻かれて、でマスクの CM でマスクして正体不明にしてテレビで、ずっとフェイクニュースを放送する、いい加減なことを言う、それはもうむちゃくちゃな社会になるでしょう。でそれをここまで分かってたら、あんなねマスクの CM を流すこと自体がどうかっていうことをよく分かるでしょ。大した売り上げなんかないことぐらい分かるでしょ。よくわからないですよ。その建築業界がすぐに高いビル建てようとするからエネルギーの残存の問題で空き家だらけになってるのに、あんまり人、まあこちらもそういうふうに言ってますね。結婚希望相手は、佳子さまです。そのあとすぐにこのスイル TV にされて関西の方で、これで無印量販店を、岡場の、イオンモールの前に出されてるんですよ。そこコープさんがもともといて、コープさん消滅してるんですよ。その店舗からそのまま次何か店舗出しても無理なんですよ。ずっと人口縮小してるんですから。だからエネルギーの残存量問題、まずそれを軸にして考えれない人が何かもう会社のこととかごちゃごちゃ言い始めたら世の中余計ややこしくなるんですよ。でエネルギーの残存量問題を分かっている人は世の中の 99% 以上の人がよく分かってなかったんですよ。本当の経済とかね、それで大卒だのなんだのっていう肩書き社会を作っていて、もう最終結論、世の中のことよく分かれば分かるほど大学なんか必要がなかったっていうことがよくわかるんですよ。だ大学行ってね、その野球に力入れたりとか、部活運動関係に力入れてるんだったら、それ税金使ってね、自分でお金払ってスタジアムね、使用料お金払って野球したりしてみたらわかりますよ。ちょっとした
スタジアム、その誰も知らないような三田市のあの城山公園っていうスタジアム、一応野球場なんですけども、一応まあ使用料いくらか払わなきゃならないです。まあ何千円だったか何時間だったか、そのお金の支払い方、例えば3時間4時間とかでいくらだったのか、ちょっとその辺も僕ははっきりよく覚えてないんですけども、とりあえず人数集まったら、まあ、みんなで1000円ずつぐらい出し合えばとか500円ずつぐらい出し合えばとか、そういう、金額ですね。だからいかに贅沢な遊びをしてたかっていうことですよ、大学に関してね。まあ、仕事場で働かなかったらその働いてる実感とかわかないですから、働き始めてから世の中のことがわかる方ですから、働いてみなかったらわからない。だから大卒云々とかでその人のその力量を測るっていうことはもう不可能なんですよ。